はい、どうもこんにちは、鶴次郎です。今回は、プラウドシステムに対応した混血パーティーで、ウルトラご飯2使っていこうと思います。まあフラグとかはこんな感じですね。まあウルトラご飯2の登場によってね、1戦目2戦目どっちにもね、変身ビーストとウルトラご飯で、アタッカーを用意することができたんで、めちゃめちゃね混血パーティー強くなりましたね。はい。で、まあ、通常 SP 枠とかもね、かなり優秀なキャラ揃ってるんで、普通に混血パーティーこれ環境入りしたかなと思います。ということで、今回こちらで潜っていこうかなと思います。さあ、お願いします。撃ってくる。アボアする。いや、即ですか。マジか、強気やな。まあいいや。さあください。ちょ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 、ヒット確認ぐらいしてくれ。怖い怖い。マジ？間に合え！あー間に合わんか。お前入りそうじゃない？オッケー。遠距離来そう、遠距離来そう。クリアの遠距離。遅い回避抑える。全部抑えてくれる。怖すぎ、ちょっと怖い。 OK。 弾ラスト1個が全然来ません。あ、来た。さあ撃ちましょう。さあさあさあ、どうしよっかな。ここ読まれないのは最高。ゴテンクスでとりあえず弾吐きしてもいいな。ただ上と下どっちがゴテンクスか忘れた。上か。まあ入れ込みでしょ。お、押さえてくるのか。もう撃つしかない。え、でかくね、追いなせたの。頑張れ頑張れ、あとあとちょっと頑張れ。いやー、もう最低なタイミングだが、オッケー。強すぎ、マジで強すぎ。お前、あ、でもこれ噛み合ったらまずいのか。全部通常か、お前。いや絶対入るな君。いいよ、特化番号強い。え、てかさ、踏ん張り貫通で、ちょ、弱射撃頼む、言ってくれ。これぐらい、え、あるよね踏ん張り貫通この子。ちなみに知らないんだけど。ないんかーい。いや、免許とこ。え、何これ、え、何これ、必殺。お、違う違う違うやんけ、お前やべえだろ。頭大丈夫か、頭怖すぎマジで。ああ、対戦ありがとうございました。いやー、ハラハラドキドキ楽しいデュエルだったぜ。よし、さあお願いします。なになに、え、なに、なに、
は、な、わからん、ステージ合いかと思って黙っとったって。なんだ、急に動き出すな、お前。なんだ、そういう作戦か？もうびっくりした。もう、いや、一試合、ステージ合いかと思ったら、なんか普通にやり出すしさ、もうわからんわ、君。動く石像やん。びっくりした、お前。ボツやと思って黙ったら。いや、どっちなん？わからん。どっちなん、君。絶対突っ込んでくれやろ、お前。キャラチェンして。おー、キャラチェンせずに突っ込んできたわ。もうそれは、それ予想してなかったね。気をつけて、中距離大気やー！ LF いっちゃおうかなー。あー、ブラータ消えすりゃよかったか、これ。いや、こっちで。あー、お前さ、もう下手すぎ、レジェンズが。何してんの？ほい。あー、特殊引けない。特殊引けなかった。もう気持ちよく腹パンで倒すよ。うらっします。ラグイヨーン。ちょっとマジでバカラグインだが、出しちゃったわ。ちょっと待ってくれ。あ、よしいやー、何をしとる。センキューベリマッチ。マブラちゃんね、記憶現象を使わせてくる。いやー、ちょっと回避は作れ。もうリゾットくんや。なんやもうなんや、もうお前ほんとやめてくれ、そのリゾットくんムーブ。なにそれ。落ち着きないから回避入るでしょ。だからこの人前出ししないといけない、なんか病に侵されてる人、もしかして。前ダッシュしないといけない病に侵されてるなら、まあ、深くは問い詰めないが。まあ、そういうことだろうな。だからなんやそれ！もうやめてくれ！本当に。勘弁してくれ！さすがに出さんでね。これさ、これだったらいけるんじゃないの？てか、根血の火力なら、よし、もうやめてくれ。これさ、もう遠距離で回避見えたらさ、前出し回避読み打撃キャン返し一つやっていい？あ、前、回避読み一つやっていい？あ、ちょっと待って！前出ししないといけない病気の人。あー、打撃キャン振るんだ。あ、ちょい。あー、撃ってくるんや、普通に。なんや。おー、怖すぎや。もうなんで太陽剣で回避見すんじゃん。もうやかったって、マジで。落ち着いてくれ、ちょっと。怖っ。ちょ、マジで怖い、お前。オッケー。いや、おバカちゃんで助かったね。よし、オッケー。はい、お願いします。ふい。入るんじゃない？オッケー。さあ、バケモン級に強いね、ごはんちゃん。さあ、ここは警戒できないでしょう。すんよ。いや、バンザイとの相性めちゃくちゃいいな。いや、ちょっと気力足りんけど、入れ込みか。まあいいや。はい。はい。怖っ。なに怖いんだけど、あんた。これ落ちるんじゃない？なんで射撃で入れ込むんだ、お前。
お前大丈夫か頭。え、さすがに落とせるよね、バンザイちゃん。ここメイン切るか悩むな。怖いもんな、動き。まあ、切っとくか、どの道も勝ち確だし、落とされないこと優先した方がいいわ。オッケー。まあ、これで相手が逃げたら、これラストになるかな。